嬢様。あ、さくや。今日の調子はどうですか？あ、むちゃむちゃよろしいね。すごいですね、今日も。あ、ここのクヤジョラット。もう今日もこれ、あ、これ最高やろ。あ、どうだい？なんだい、このボムは。どこまで、どこまで私を魅了するんだい？でも、スペカばかり気にしてても弾幕って意外と育たないんですよ。え？だから、弾幕ってのは外見ばかり鍛えててもダメなんですよ。え？弾幕。え？お嬢様？ん？お嬢様。え？見た目ばっかり鍛えててもダメなんですよ。あ、見てこのスカートで見る。わあ、すげえ、すげえ。ああ、弾がすげえ。そう。お嬢様の弾幕は一体どうなっちゃってんだよ。で、何やったっけ。だから、ああ、お嬢様の弾幕はそれじゃダメだって私は言ってるんですよ。え？お嬢様。え？お嬢様。それなんでパッド入れてる？ No！ これパッドじゃなくて寄せてあげるブラですよ。まあそれはいいです。お嬢様、だからあなたの弾幕外見ばかり鍛えてて私それまずいと思うんですよ。自分それ何パッド入れてるの？パッドじゃなくて寄せてあげるブラだって言ってんじゃないですか。あ、そうなんや。そうですよ。で、何やったっけ。お嬢様、お茶の葉っぱ残ってません？昨日備えの葉っぱも切らしちゃいまして。いや、もう残ってないね。あ、残ってないのか。パチェに来てみたらええんちゃう？ああ、そっか。こっちやろ。あ、そっか、ちょっと行ってきます。あ、いや、私も残ってないから。私も欲しいね。あ、パチェ、図書館の紅茶ってもうなくなったの？何？図書館の。なんだよ。図書館の。なんだよ。紅茶なくなっちゃったんで、図書館の分の紅茶もらえますか？ん？図書館の紅茶もねえよ。図書館も紅茶ないんですか？どうすればいいですか？ないのよ。ないんだ。じゃあコインドー行って紅茶買ってこいよ。あー、でも私持ち合わせありません。私も持ち合わせはないもん。お前持ち合わせなくても、お前降臨堂からお前紅茶持ってくればいいんだよ。お前コーマくん舐めてんのか、お前この野郎。降臨堂で紅茶買ってきます。ちょっと行ってきます。おい、図書館の分も頼むよ。ところでサクヤ、なんでパッド入れてんだよ。これパッドじゃなくて寄せてあげるブラですよ。早く行ってこいよ。降臨堂どこだっけ。これあの先、あそこ左曲がれば。ああ、そっかそっか。そんな格好して周りの目は気にならへんの？格好悪くても給仕ができればそれでいいんですよ。それ頭、頭に乗ってる、乗ってる、頭に乗ってるの何それ。これはヘッドドレスだ。腰に巻いてる、巻いてるやつは、腰に巻いてるやつは。これ腰、メイド長エプロン。これは懐中時計。これはヘッドドレス。これはエプロン。これは懐中時計。これパッド？パッドじゃない、寄せてあげるブラですよ。あれここや。おう、コリンド入ります。誰もおらへんで。あー、神社に出張中なんだな。今の間に紅茶探さな。オッケー、紅茶探そうよ。紅茶どこやろ。紅茶どこなんだろうな。探してる時くらい掃除やめろって。掃除をやめる暇なんてないよ。パッド入れながら掃除してん。これはパッドじゃなくて寄せてあげるブラですよ。あ、昨夜これ紅茶あったで。本当ですか。私ちょっとこれ単に映すから、ちょっと見てて、見張ってて。オッケー、早くこの紅茶持ってかなきゃ。ちょっとすわ。それなんでパッド入れてん。パッドじゃないですよ、寄せてあげるブラですよ。ちょっと見張ってて。おう、オッケー。ちょっと見張りながら。それなんでパッド入れてるの。パッドじゃないですよ。おい、大きくしたらバレるからちょっと静かにして。あ、ごめんごめん。それなんでパッド入れてるの。パッドじゃない。ちょ、静かに。パッドじゃない。わかった、寄せてあげるブラなんだよ。わかった、パッドじゃないんだよ。寄せてあげるブラなんだよ。バレるから。入るホール、入るブリターニャ、人来ちゃう。
いつでも解かれた。キーパー。パンツじゃないんだよ。腕震え。大丈夫？大丈夫。今紅茶早く持って帰ってすぐ飲ましてやるからな。ああ紅茶を持って帰ろうよ。それなんでパト入れてる？パトじゃないよ。シャーラン。シャーラン。寄せてあげるブラなんだよ。シャーラン。パトじゃないよ。パトでしょ？パトじゃないよ。パトでしょ？パトじゃないよ。パトでしょ？寄せてあげるラストがある冗談じゃない。登り持って気持ちいい。私のハートがビュンビュン。静かに。シャン。あ。お嬢様ごめんでしょ。お嬢様ごめんでしょ。お嬢様ごめん。じゃあさくや早く紅茶持って帰ろ。パチュリ様喜ぶぞ。そりゃね、さくやパトーとした。落とせてないよ。分かった。詰めてないよ。静かに寄せてあげる。ブルーシャダーブルーラで静かに静かに、はい、ブリターニャ。あげるそこでしょ。見てあの木の上にいるのがシャメーマルです。ブルーラー